土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコード所の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私、ジュミと柿原町の松でお送りします。はい、今日6月22日ですけど、ボーリングの日だそうです。へえ、地質調査のボーリングってことですか？土木にちなんだ記念日？いや、実はそうじゃないんですよ。違うんですね。ボールでピンを倒すボーリングのことなんですよね。ほうほう。投げるボールは BALL のボールなんですけど、ボーリングの日のボーリングは BOWLING なんですね。なるほど。スペルが違うんですね。はいはい、はい、そんな違うんですか？だって音は一緒ですよね。音は一緒ですけどね、はい、なるほど。まあ、ちょっとそれがどうつながっていくのかということで、はい、それでは早速今日のテーマをご紹介したいと思います。今回のテーマは巨大構造物、ダムの作り方です。はい、番組でダム何度かやってきましたね。はい、はい、国土交通省水資源機構、あと建設コンサルタントなどいっぱい登場してます。はい、そうですね。今日はそのダムの工事を担当なさる専門家の方にご登場いただくということなんですよ。そうですね、うん、巨大な構造物どうやって作っていくのか、とっても興味がありますね。そうですね、とってもご経験豊富な方と伺ってますので、はい、いろいろ伺っていきたいと思います。そうですね。ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、巨大構造物ダムの作り方についてお話を伺うゲストの方は五感淳二さんです。五感さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、では五感さんのプロフィールご紹介しましょう。五感さんは1986年入社なさいまして、そのまま新入社員研修後すぐに群馬県谷川岳のふもと近くの利根川水系奈良またダムに従事なさいました。 そうですね、そしてその後おおむね15年ほど秩父地方で八角ダム、はい、そして滝沢ダム本体の工事と、それから裏山ダムのリニアル工事に、はい、従事なさった後に鬼怒川水系の湯西川ダム本体工事、そして九州鹿児島の鶴田ダム再開発、さらにさらに四国徳島の長安口ダムの再開発を行われたということです。はい、いろいろと全国行ってらっしゃいますね。はい、行きました。さあ、そんな五感さんにまず最初に伺いたい質問はですね、ラジオの思い出です。はい、どんな思い出をお持ちなんでしょうか？はい、そうですね、まあ、受験時代にあんまり勉強好きじゃないんで。そうなんですね。オールナイトニッポン聞いてですね、はい、定番ですね、定番ですね、笑ってました。あとはスネークマンショーって、あー懐かしい、ローカルですけどね、まだレコードとか売れる前のやつを、はあはあ、一生懸命聞いてましたね。へえ、面白かったです。そうですか。はい、そして実際社会人になられてから、はい、結構エリア的に言うとね、山間部に入られたりするじゃないですか。そうですね。その時にもラジオってそうなんです、聞いてらっしゃいました？今でこそいろいろありますけど、昔はテレビなんか映らないですし、はい、当たり前にインターネットなんてないので、まあ、やっとやっとラジオが聞こえるぐらいですから、ラジオよく聞いてましたね。うわ、嬉しいですね。嬉しいですね。さあ、それではそんな五感さんに質問をしていきたいと思います。はい、じゃあ私から質問させてください。はい、さっきプロフィールのところでいろんなダムを作られたということなんですけど、はい、ちょっとマニアックなこと聞きたいんですけれども、どんな形式のダム、はい、いろんな景色ありますよね。はいはい、それをちょっと教えていただけますか？はい、やられたダムで、はい、まあ、最初に従事した奈良又というのが、はい、ロックフィルダムといいまして、はい、石と
砂利と砂と粘土を使って水を止めるという構造体ですね、はい、でその後にやったこの角角ダムというのはちっちゃいんですけど、はい、柱状ブロック式の重力式コンクリートダムと、はあ、何言ってるか分かんないでしょう。いろいろ就職語が、はい、コンクリートで重さで耐えるダムです、はい、ただ作り方として柱状っていうのは柱を立てるみたいに、うん、隣同士に段差をつけてコンクリートを打っていくような打ち方をするダムです、はい、あ、そういう、まあ、これいろいろ理由があるんです、いろいろあるんですね、はい、でそれ以外のダムはまあ、日本独自の工法ですけど、はい、RCD コンクリートダムといいまして、はい、重力式ですけど、はい、面上に重機を使って、はい、ブルドーザーで敷き鳴らして転圧するようなダム、はい、ただ構造体としては今言ったようにロックフィルか、はい、重力式かっていうダムになると思います、はい、あ、そうですか、はい、じゃあそのロックフィル、あとコンクリート重力式をもう少し詳しく教えていただけますか。はいはい、ロックフィルっていうのは、基本的にはまず粘土で水を止めます。粘土、はいはい、粘土って水通さない、はい、粘土を山の中から拾ってきて、はい、それをきちんと盛り立てるんですけど、はい、ただ粘土っていうのは水に溶けちゃいますよね、はい、なので水に溶けないように周りを固めたいので、はい、まあ、難しく言うといろんな材料が入るんですけど、はい、中から順番に、砂とか砂利とか最後は岩とかを積んで、はい、水に溶けないけど水が止まるような構造体にします。へで、これがロックフィルダム。ロックフィル、コンクリートはあまり使わないんですか。この中にはコンクリートは入ってこない、入ってこない、まあ、正確に言うとありますけどね、監査路って人が通るとこだけ、点検用のツールだけはコンクリート打ってますけど、これ本体として使ってるというよりはツールなので、は水を止める構造体としてのダムとしては今言った土とか岩とかです。じゃあただしこれって水をピシャッと止めてるわけじゃなくて、浸透流って言ったらいいんですかね、染み込む水といった方が分かりやすいですよね、はい、導水勾配とかって土木屋さんよく言いますけど、それを下げて、はい、水が溜まりやすくしてる状態を作ってるんですけど、全く水が止まってるわけじゃなくてちょろちょろと下には浸透してるんですね。で逆に言うとそれで締め固まるので、はいはい、ロックフィルダムっていうのは少し上げ越しをして、時間が長くなると少しずつ厚み沈下して下がってくるという構造です。はあ、柔軟な構造と考えればいい、まあ、そうですね、柔軟な構造だと思って、すごい面白い。私なんかイメージからいくと自然に優しいかと思うんですけど、うん、実は言うと材料の量がすごく使うので、うん、山を一個飛ばして作ってるようなイメージなんです。じゃあその奈良俣ダムもかなり大きなダムだと思いますけど、あの石、岩と土どっから持ってくるんですか。もちろん上流側の水が溜まるようなところを中心に山を一山全部削ったような感じです。はただ粘土があるところと岩があるところは違うので、まあ、あちこち山いじるんですけど、まあ、それが逆に言うと自然破壊だというふうに昔はよく批判されました。なるほどね。でコンクリートのダムの方は、もちろんコンクリートも小遣い拾うために、原石山というと山を切ってくるんですけど、まあ、これにセメントを混ぜるということでコンクリートを作るのと、コンクリート強度が強いので、もうちょっとシャープに作れます。例えば先ほど言った奈良俣ダムって千数百万リューベなんですけど、はい、いわゆるコンクリート重力式コンクリートダムで、はい、日本で一番大きいと言われている宮ヶ瀬は200万です。はあ、100万リューベでもでかいと言われますので、はあ、まあオーダーが一つ違いますから、それでボリューム感違うっていうのは分かっていただけると思うんですけど。なるほど、リューベっていうのは立方メートルでしたね。立方メートルですね。はい、業界用語で流行。いやいや、でも今日このラジオを聴きの方は間違いなくダムの建設に携わってらっしゃる方は教科書のお手本のようなお話でございますので。そうですよね。はい、ね、そうなんです。ね、ここまでがロックフィルダムでしたよね。はい、コンクリート、コンクリートで少しお話しする。はい。あと綺麗なダムでアーチダムってのがありますよ。ありますね。あれはどうやって作るんでしょうか。アーチダムってのは先ほどちょっと角角で言いましたけど、柱状ブロックといって、はい、一個一個その15メーター角ぐらいの、うん、なんていうんですかね、サイコロみたいなイメージですかね、はい、これを積み上げていくような感じで、積み上げるんじゃないですよ、コンクリート打つんですけど、はい、打っていくんです、うん、でアーチの橋って分かります？アーチ橋、うん、アーチ橋、はい、アーチ橋っていうのはアーチの形をして
その上を車が走ったりしたら、はい、あ壊れないですよっていうことで、はい、全部圧縮強度がかかるような構造体、円形になってるので、はい、そこに荷重をかけると、うんうん、どこの位置を見ても全部圧縮がかかってるっていう構造、はい、うん、そうなりますね。なるほど。これを横に寝かしていただいて、はい、荷重がかかる側の方が水がたまる側だと思ってください。はなるほど。そうすると水圧がドンとかかってもそこに全部圧縮がかかる、コンクリートがの強い圧縮側の方がかかるので、うんうん、はそういうアーチ型の形状にすることで、コンクリートの量をうんと減らせるんです、薄い構造体になる。それがシャープなというイメージになるんですかね。ただし、うん、あのその荷重が全部岩盤に伝わりますよね、はいはい、横の岩盤ですよね、うん、この岩盤の方が強くないと岩盤ごと壊れちゃうので、うわ、やはり橋かけたんだけど、その上にトラックが走ったら、はい、橋がそれごと沈んだみたいな地盤が悪いからっていうことになっちゃうので、地盤のいいとこしか作れないんです、あ、なるほどね。なのでもう日本の中でダムを作れるような岩盤、うん、アーチダムを作れるような岩盤はないと言われてます、はい、ないと言われてる、ない、もう出てこない、なもうないだろうと。へえ。もちろん岩盤が強いとこありますけど、うん、山の一番上の方に作ってもたまんないから意味ないです、ね、まあ、そうですね、流域面積が狭いとね、水たまらないですよね。なのでそういうサイトはないと。じゃああれですか、五感さんはそういうその地質学じゃないですけどね、そういうその 地元のものは例えばさっき のロックフィルダムだったらば地元の素材で作るとか、そういうものものすごく研究なさっているわけですね。研究するのは設計する人たちですね。じゃあそのもう本当にその地元のもので作るよっていうことにも執着しないと、やっぱりその地域に適したダムってできないってことですよね。できないですね。できないですね。もちろんそのためには何十年もかけて調査測量をして、でもちろん発注者さんがね、今でいうと国交省さんだとか、はい、水資源機構さんだとか、うん、例えば県とかもそうですけど、うん、の人たちが調査の結果からこういうふうにしようって決めていくんです、うん、なのでもちろん作る側もそういう知識がないとダメですけど、そうですよね、一生懸命勉強してそういうのやるのは私たち前をやってる人たち、コンサルタントとか、例えばコンサルさんはかなり知見が高いです、ね、それこそだからね、柿原町の松さんのところ、はい、私の会社のメンバーとか ね、そういうことをやってる松田さんの会社のメンバーさんとかはお友達いっぱいいます、ね、そういうことですか。はい、ありがとうございます。いやじゃあちょっとここで一回ブレイクといきましょうか、はい、この後はその巨大構造物であるダム、どんな段取りで作っていくのかというところをお話を伺いたいと思います。はい、水が飲める、電気がつく、橋がかかっている、電車が走る、当たり前のようにある日常が土木の技術で支えられています。日本で最初の建設コンサルタントとして70数年、人を思い社会を作る建設技術研究所です。おい次郎、お前将来何になるんだ。え、言いたくないし。なんで。恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか。この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか。土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、土ボラジ、今日のゲストは五感淳二さんをお迎えして巨大構造物ダムの作り方をテーマにお話を伺っています。引き続き五感さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして柿原町の松さんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ前半の続きでですね、いろいろ聞いていきたいんですけれども、うん、コンクリート16式ダムとかロックフィルダム、どんどんこう積み立てていくよっていうお話だったんですが、そもそも真っさらで何もないところからダムを作り始めるっていう時に何をしてるんだろうかなっていう、どうやって作っていくんだろうかなっていう、その辺がとっても興味あるので教えていただけますか。はい、わかりました。まあ、すごく簡単にお話しさせてもらうと、
川をせき止めて水を貯めるのがダムなので、はい、川の中に作りますよね。そうですね。でも川の中って当たり前ですけど川ですから水流れてますよね。流れてますね。水流れてる時にコンクリート打ってもコンクリート流れていっちゃうんです。そうですよね。そうですね。なので川はまず切り回すところからです。切り回す、切り回すって言っても、うん、川をどこに持ってきましょうになるので、もうすごく簡単に言うとトンネル掘ります。トンネルを掘る、はい、はで上流から掘ろうと思うと川が流れてる水と一緒にやっていかなきゃいけないので、大変な思いしますから、そうですね、下から下流側から出てくるだろうっていう口のあたりをちょっと周りをせき止めて、でそこから口元決めて上流に向かって掘っていきます。なるほど。で穴を掘ってて一番向こう側、向こう側も当たり前ですけど穴開けたらいきなり水来ますので、簡単に締め切りを作って、でそこに口が出てくるっていうのがまず最初ですね。どのぐらいの大きさのトンネルを最初に掘るんですか？これはですね、物によるんでしょうけど、物によるんです。あのその河川の流域で、はい、過去例えば10年間とか、はい、まあ、場合によってはちょっと違うのもあるんですけど、その確率的にどのぐらいの水が流れるかっていうのが計算されて、はい、それ例えばコンサルさんが一生懸命計算するんですけど、その計算した中で断面の大きさを決めます。ああ、なるほどなるほど。でもちろん河川の勾配だとかも関係ありますし、はい、ソドケースって言うと難しいでしょうけど、うん、水の流れやすいパイプと流れにくいパイプが世の中にありますよね、はい、材料に。ツルツルだったらよく流れますけど、はい、あのザラザラだったら流れにくいっていうのと同じような感じで、はい、そういったようなことまで全部含めて、どういった構造でどういった勾配でどういった大きさのトンネルにするかを決めます、うんうん、なるほど。でこの子までは設計なので、はい、実際に工事をやる人たちはそれに合わせて掘っていくっていうのが仕事ですね、はい、ただ普通のトンネルといっても道路トンネルとか鉄道のトンネルと違うのは、鉄道とか道路っていうのは中に水がジャラジャラ出てくるのは困りますし、そうですね、あのそれを止めるために実はシートを張ってるんですね、トンネルの外側にね。だけどダムは水を貯めたいので、うん、その穴開いたままだと水たまんないですから、はい、最後蓋したいですよね、はい、で蓋をした時にシートを張ってある外側が水道になって流れちゃうので、あ、なるほど。なのでシートを張らないで、岩盤をきれいに出してコンクリートがぴったりくっつくようなコンクリートの打ち方、復興の仕方っていうのをやります。なのでまあいろいろとグラウチングらなんだいろいろあるんですけど、まあ普通の道路トンネルよりは多少手間がかかるような掘り方でトンネルを掘って水を切り回すところからスタートです。切り回しましたと、はいはい、でこれでやっとドライになったので、はい、そこで掘削を始めるわけですが、はい、あの大概何もなかった時って、川の近くに道路が走ってて、はい、それが生活用の道路になってます、はい、でもちろん上流にたまってあの住んでる人たちも移転をされてるので、すぐ近くの人たちはあまり関係ないんですけど、それよりもっと上流にも住んでる人いますので、はい、道路切りますので、なるほど。なので道路も切り回します。これがトンネルになる場合もあれば、もっと高いところに普通の開削の道路になるところもありますから、まあ、これも結構な距離ですので。ですよね。なのでどっかが一社でやるというよりは、あらかじめ地元発注をして道路を順番に作っていって、で道路は通れるようになってますっていう状態になる頃に、さっき言った川を切りますトンネルも掘ってるような、そんなような流れですかね。すごいな。例えばあの近々だとあの有名なヤンバダムとか、あれもかなり上流側の方に鉄道だとか道路だとか切り回してるんです、でこれもね結構長い時間かけてやってて、本体に着手する前からもう10年ぐらい前からやってました。そんな前からっていうのが最初の段取りです。なるほど。まだ最初のまだ最初ですよね、はい、いやでこれでやっと掘削が始まる、はい、で掘削をした岩盤に、さっき言った例えばコンクリートを打つと、いうことになると、コンクリートと岩盤がきっちりくっついてないと、水が溜まった時って上流側から水が溜まった分だけの水圧をダム受けますよね、要は背中から水で押してると思ってください、なるほど。そうすると足元の靴がツルツルだと滑ってっちゃうので、なるほど。そうですね。だからそこを滑らないようにするためには、きれいに雑巾で拭かなきゃいけないんですよ、はあはあ、だ本当に岩盤拭くんですよ。人の手で。はい、そうです、本当に拭いてます。そう、いやもちろんその前に水で洗ったりしてますけど、膨大な面積あるんじゃないですか。膨大な面積、膨大な人使って、昔は特に膨大な人使ってやりました。へー、拭くんだ。
なんと布で拭く、はい、バケツ持って。でもだってこれってその例えば雨が降ったりとか天候が悪いと、はい、それまたそこでストップしますよね。します。またゼロから拭かなきゃいけなかったりするわけですか。します。うわすごい。いやなのでコンクリートを打つ直前に拭いてそれが最後です、ね、はで岩盤自体がちゃんとなってるかどうかっていう検査もあるの でこれってあの河川管理者っていうのが国土交通省さんの、うん河川事務所の所長さんなんですけど、はい、その方に検査していただくんです、はい、この岩盤でよろしいかどうか。なるほど。でそのためには岩盤がきれいに見えなきゃいけないので、はい、まずは検査をするために拭きます。うん、で見ていただいてこれでいいよって言ってくれたら今度はコンクリートを打つ前にもう一回拭きます。へえ、まあ、1回2回じゃないんですよ。何回もやってる。そうなんですか、はい、知らなかった。すごい作業だ。地下で水が漏れたりとかそういう心配っていうのはもちろんあります。それなので、例えば抵抗100メーターって、ね、はい、ダムの高さが100メーターで水が100メーターまで溜まるとすると、うん、はい、100トンの水圧がかかってるので、はい、その100トンの水圧に耐えられるようなものにしようと思うと、今ちょっと違うんですけど、だいたいダムの高さと同じぐらいの深さまで、はい、セメントをいっぱい岩盤の中に注入して、カーテングラウトと言うんですけど、地盤改良みたいなことをやります。はあ、ダムの地下を薬で固めると。そうですね、まあ、薬っていうと都市土木っぽいんですけど、中身は実際まだセメントミルク。セメントミルク、水にセメント混ぜてるだけなんですけど、岩盤って硬いですけど亀裂はあるので、その亀裂を全部セメントで埋めてると思うんですよ。はい、そんなような仕事もやって、そこまでしてようやっとコンクリートとか。あ、ごめんなさい、コンクリート打ちながらやります。あ、打ちながらやるんですね。打ちながらやるんですね。そのグラウチングっていう。なるほど。それとコンクリートを打つためには、うん、あのいわゆる都市土木でやってるようなポンプ車でコンクリートを送るんじゃなくて、石の大きさが大きいと15センチありますので。あ、でっかいですね。なのでポンプ車の配管通らないですから、はい、あのバケツで運ぶんです。バケツって言ったら手のバケツじゃないですよ。それあの一つの発酵が、2立方メートルとか3立方メートルぐらい入るような発酵で、空中線で運ぶので、はあ、なるほど。なのでケーブルクレーンだとかタワークレーンだとかっていうのを作ったり、うん、コンクリートを練るためのバッチャープラントを作ったり、はあ、骨材を作るための骨材プラントを作ったり、それの貯蔵設備を作ったり、運搬するためのベルコン作ったり、いろいろやることがあるってことですよね。ものが実はあるんだ。そうなんですね。山の中でね、本当に長い時間かけて大きなものを作るんで、まあ、人手もお金も苦労もすごいかかるということなんですが、これでほぼほぼダムの形まではたどり着くと思います。そうですか。五感さんがダムの工事で苦労されたところっていろいろあると思うんですけど、例えばどんなものがありますか。作るのに苦労するというと何でも苦労しますけど、はい、今のお話を伺う限りは本当にそうだと思います。はいはい、で幸いにしてあの全部携わらせていただいたことがあるので、はい、最近ですとなかなかですね、全部はやらないです。あの切り回しのトンネルは違うところがやるとか、あ、なるほど、あの上の方の道路の話は違う人がやるとか、はい、あと管理棟とかって今もう出来上がったダムには建築の建物もある、はい、建物も違う人がやるとか、公園があったりもするんですけど、それも違う人がやるとか、はい、なんですけど、私たまたま全部1から10までやらせてもらったことがあるので、あの原石山行って石を作るところもやりましたし、はい、ってなるとまあ仕事そのものとしてはどれもみんな大変です、うん、ただ実際にこれ仕事する人たちって、多いと500人とか600人、少なくとも300人ぐらい、はい、ある村に集まるわけですよ。でこれ生活するような環境ないですから、まずそれを作るっていうところが一番大変ですね。なるほど。で地元の人たちにしてみれば初めて見るような人たちがその人数で来るわけですよ。そうですね、自分たちが生活してる時より多くなるわけですから。確かに、これもしかしたら村長選やったらそのダムの所長が村長になれるから確かに組織票作れるから、なるほど、そのぐらいコミュニケーションちゃんとやんないとダメよっていうことなんですね。そこが大変ですよ。なるほど、なるほどね、そうなんですね。ところでですね、五感さんたくさんのダムね、あのやってこられたと思うんですけれど、五感さんが好きなダムっていうのはどのダムですか。そうですね、あのロックフィルダムで美保ダムっていうのがあるんですけど、美保ダム、はい、
どこにあるダムでしょう。あれ何つったっけ、何湖つったっけ、丹沢湖か。丹沢湖。丹沢湖を作ってるダム。丹沢湖になった、はいはい、そのダムのせいでなったんですけど、はいはい、このロックフィルダムって私が従事した七夕とかは下流面が石のゴツゴツが見えた状態で終わるんです、はい、でも美穂ダムだけはここが植栽されてて毛が生えてるんですよ。で実はこれあんまりよろしいことじゃなくて、ダムの堤体に根っこが入ると何か崩したりするのでなるほど、よくないって言われてるんですけど、はい、ここのダムだけは綺麗に緑化されて自然と調和してるんですね。なるほど。だからなんか自然に溜まったできちゃったダムみたいに見えるんですよ。溜め池とか、ね、湖みたいに本当に見えるんで、ここはすごく美しいなと思ってます。これ車で行けるところ、行けますよ。行けますか、はい、今度行ってみよう、ね。さあそんなお話をいろいろ伺ってきましたけれども、最後に五感さんが思われるダムの魅力って何でしょうか。そうですね、はい、ダム最近は多目的ダムという話がというふうに言われてるんですけど、あと水はもちろん使う、飲み水として使うとか、うん、工業で使うとか農業で使うとかっていうことで、うん、これを利水というんですけど、利水、はい、それと、台風が来た時とかに洪水にならないように水を収めるで治水、はい、その両方の機能を持ってるので、はい、非常にその私たちの生活の基盤になっているっていうのがまず第一ですね、はい、で物が大きいので、まあ、よく見えるし、うん、近くに公園もできたりするので人も遊びに来てくれる。そう、ね、なので、はい、こう皆さんの憩いの場にもなりながら生活の基盤にもなってるっていうのが魅力かなと思います。なるほどね。何もないところから始まって今こうやって人が集える場所になるぐらい、ね、やりがいがおありなんですね。いやー、五感さん本当にありがとうございました、はい、やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。ドボラジ終了よし、ドボラジ終了よし。五感さんね、今日リアルで初めてお会いしたんですけれど、はい、まず最初に会って雰囲気がねすごかった、すごいって言ったって伝えようがないんですけれど、そうですね、こうオーラがあるというか、ね、なんかもっとね強靭な肉体の持ち主かと思ったんです私。で、ね、実は案外スリムで、スリムでね、なんか鍛えてるんじゃないかなっていう、なんかそんな雰囲気がすごくあって、ありましたね。でお話聞けばあんな感じじゃないですか。そう、ね、聞けば何でも出てくる、本当だからプロ中のプロなんだと思うし、ね、いろんな現場を体感されたからこそいろんな質問にどこからでも答えられる感じが、そうそうそう、ね、ほとんど台本見てませんでしたもんね。本当そうですよね。いや、聞いててすごい面白くて聞きながらもうなるほどなるほどなるほどと思って今日は質問させていただきました。そうでしたね、本当に聞き応えがありました。さあそんな中、次回も引き続きまして五感淳二さんをゲストにお迎えして、今度は現場で起こったあれこれをテーマにお話を伺いたいと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコード書の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。